独特の世界観で人気を集める絵本作家ザ・キャビン・カンパニー由布市浅間町の廃校をアトリエに安倍健太郎さんと吉岡崎さんが夫婦で絵本を制作していますこれまでに40冊の絵本を手掛けてきた中去年出版した夕焼けに溶けていく第29回日本絵本賞で最終候補30作品の中 満場一致でグランプリとなる大賞に選ばれました。今回、大賞っていうこと。を聞いて、すごく嬉しかったっていうのはありますね。今までの絵本と、少し。テイストが違うと、自分たちでは思ってて。どう受け取られるのかなっていうのは、少しあの。気になっていたので、認められたっていうのは、とても嬉しく思います。夕焼けをテーマに作られた、この絵本は。 2020年の着想から3年の年月をかけて完成しました。物語ではなく詩のイメージで描き、読者が夕日がもたらすさまざまな感情について想像できる作品だと言います。ただ楽しいだけの絵本じゃないんですよ。いろんな感情が多分考えられる。悲しみの淵にいる人とか、ちょっとこう休みたい人とかそういう人に届くと。 一番いいなとは思ってますコンテストを主催した全国学校図書館協議会は夕日を見ている人の人生や思いが豊かな表現で描かれている点などを高く評価2人は今後全国の美術館で絵本や作品の原画などの展覧会を開くなど活躍の場を広げていきます。いいいつも思っていることは過去にない 新しいものを作っていきたい。僕らが今住んでいる大分の今っていうものを書こうとしている。この地に足のついた感覚っていうのは。うん。まあ、大事にしていきたいですね。